はい、こんにちは、 VUJ ラボです。今日なんですけど、今日はちょっとね、雑談というか、はい、私がね、ちょっと資格免許をね取った話を、したいと思います。はい、今年に入ってですね、はい、資格をね2つ取りました。はい、そのうちのまずね1つ目なんですけど、2月に今年の2月に、はい、試験を受けた資格があります。それがですね、危険物取扱者、はい、オツ種第4類ってやつですね。はい、オツ4、オツ4って呼ばれてるやつですね。まあ、オツ4っていうのは基本的にはですね、一番よく使われるね、危険物の資格で、引火性液体、引火性液体のね、取り扱いができる、危険物取扱者の免許です。よくね、ガソリンスタンドをね、勤めてる方はね、よく、取ってる方多いと思うんですけどね。はい、そのオツ種4類っていうのをね、受けてきました。はい、2月にね、試験を受けて、で、まあ、試験受けたんですけど、ちょっと微妙だったんですよね。出来的にはどうかなと、半分ぐらいしかね、確実に分かったのが半分ぐらいしかなかったんで、合格点は60点以上なんで、ちょっとね微妙だったんですけど、で、合格発表がね1ヶ月後だったんですよ。1ヶ月後になんかもうちょっとね、普段はもうちょっと早くね合格発表するらしいんですけど、なんかシステム更新かなんかで、ね、コンピューターが止まるということで、1ヶ月後に3月にね、合格発表がありまして、はい、一応無事に合格してました。はい、正解率がねちょっと、はがきに書いてあったんですけど、まあそこそこ悪くなかったですね。 93%、80%、80% ぐらいでね、はい、6割以上っていうのはね、突破してました。はい、それでね、合格というところで、はい、直接ね、あの消防 の, あの試験場のセンターの方にね、直接手続きを、免許のね、手続きをして、1ヶ月後ですね、ちょうど今日やっと届けました。はい、こちらですね、こういう感じの、はい、危険物取扱者のね免許が届けました。ちょっといっぱいねマスクしてますけど、はい、オツ種第4類とこにね、はい、表記があります。このねオツ種4類で、はい、引火性液体のね、はい、指定数量以上の取り扱いができますね。はい、まあ、ガソリン、灯油、軽油、アルコールですね、はい、その他、はい、引火性液体の取り扱いが、はい、できるようになりました。で、危険物取扱者の資格なんですけど、他にね、まあ、1種から、1類から6類まであってね、まあ、4類が、ね、一番メジャーなん で4類からね取る人はほとんどだと思うんですけどね。はい、で、このねオツ種の方はね、どれかの類に受かると、2科目、他のね、類を受けるとき免除になるんですね。なので、基本的に他の、ね、類を受けるときは1科目だけでいいので、はい、非常に取りやすくなるんで、はい、他の、ね、類も、ちょっとこれから取ろうと思ってます。とりあえずね取ろうと思ってるのはね、オツ種3類ですね。オツ種3類って何かっていうと、自然発火性物質およびね、禁水性物質、はい、自然発火物質って要するにね、ほっとくと、ね、勝手に火がつくやつですね。はい、そんなね、危険物質の、危険物のオツ種3類をちょっとね次は取ろうと思ってますね。このオツ4ね、勉強なんですけど、基本的にね問題集1冊しか買えませんでした。はい、こちらを買いましたね。最短合格オツ種第4類危険物取扱者テキスト&問題集ってやつね、これ、はい、買いました。まあ、あのね、いっぱい問題集あったんですけど、適当にね、パラッと取ってね、こうパラッとめくって、あ、まあこれいいかなと適当に買って、安いですよね。1380円プラス税になってますからね。はい、非常に安かったですね。基本的にこれを読んだだけです。これを読んで、はい、覚えましたね。全然覚えられなかったですけど、はい、これ普通にねいっぱいこうあって、でね、あの理論で模擬試験がね、いくつか載ってますけどね、はい、これを勉強しましたけど、あんまり勉強しなかったですね。はい、だいたい試験の1ヶ月前から、読み始めて、どれぐらい勉強したかっていうとですね、週に 4,5
4、5時間ですね。この問題集ね、試験の前日までね、家では開かなかったですね。はい、どこで勉強したかっていうと、ファミレスですね。お昼をファミレスに食べに行って、お昼を食べて、このね、テキストを1時間読むと。でね、毎日はさすがに行かないんで、週にね、まあ4回ぐらいしかね、ファミレス行かなかったんで、ファミレスとか喫茶店とかで行かなかったんで、だトータルで勉強したのが30時間ぐらいですかね。30時間ぐらいしかね、ちょっと勉強しなかったんですけど、はい、なんとか受かることができました。自信を持って、やっぱり、ね、自信を持って、解けた問題がね少なかったんで、ちょっと焦りましたけどね、はい、受かってよかったです。はい、このねお通し4類、はい、まあ3月にね、合格が分かったんで、はい、じゃあ次は何を資格を取ろうというところで、はい、資格をね取る鉄がねやっぱ、ついたんですよね。これが受かったことでね、はい、いろんな資格を取ろうというところで、はい、まあ、先ほど言いましたね、これをねおつ4の次はおつ3を取る予定なんですけど、とりあえずね、はい、受けたのが、原付ですね。原付免許取りました。まあ、パトコリいっぱいね、マスクしてますけどね、はい、原付免許取りました。はい、私今までね運転免許っていうのはね一切取ってなかったんですよ。若い頃にはね全く車とかバイクって全く興味なかったんですね。その頃からまあね電子工作とか汚染とか興味があって、はい、全然ね運転免許は全く興味なくて取ってなかったんですけど、だんだんね30代40代になるとね車はね欲しくなってきたんですよね。はい、車はねちょっといいかなと。でもねまあ、お金もかかるしというところでは取ってなかったんですけど、まあ、取ってなかったっていうかね、取るのをためらったんですね。多分車の免許とかを取ると結構趣味にのめり込むんで、のめり込んで多分金を相当使うとこれは危険だというところで、あえてね車の免許とか取らないようにしてたんですよ。本当ね山登り始めた時もね車あるといいなと、ね、登山口までね車でスーッと行ってすぐ登れるからいいかなと思ったんですけど、多分そのために車の免許を取ると登山の趣味じゃなくて車が趣メインの趣味になると車がメインの趣味になりそうだったんで、まあ取らなかったってもあるんですけど、はい、ただ原付はね、はい、取りました。まあ、簡単に取れるってもありますしね、このお強を取ったんでね、はい、このガソリンとかね、はい、取り扱いがあるんで、はい、まあ、簡単に取れるんでね原付は、はい、取ってみました。3月の、ね、下旬に、はい、府中の、ね、試験場に朝行きましたね。朝8時過ぎぐらいに行ったんですけど、まずね試験場すっごい行列でびっくりしましたね。すんごい人が多かったですね。すごい行列で、まあ、みんなね全員が原付ではないですけどね、はい、でね原付を試験受けたいって言ったらね、まあこうねじゃあこれ書いてでね適性検査受けてで試験受けてというところでね進んでったんですけど、はい、やっぱりね原付の試験はね、ほとんど若い人でしたね。おじさんは私だけですね。あとみんなねナウナヤングでしたね。で原付ね試験筆記試験受けたんですけど、全部でね23人でした。人数は受けた人数、その日はね受けた人数が23人でした。で原付を受けたのが22人、1人はね小型特殊古徳をね受けた人がいて、トータルで23人いて、落ちた人はねその日は4人でしたね。4人の人は落ちて、はいさようならって帰ってね受かった人はこうね、みんな説明を受けて、で原付講習ですよね、はい、みんなでねこう原付、はい、こうまたがってベーって乗って、はい、面白かったですけどねはい、それで、はい、取ることができました。はい、原付の勉強に関してはねこれもやっぱ普通にね本屋でこんなやつを買いましたね。1回で合格原付免許完全攻略問題集ということでね、はい、これ1冊だけですね基本的にはね、はい、これを普通にね覚えましたね。あとはね模擬試験をねこういっぱいやって、はい、まああんまり興味なかったんでね、そんなにねなかなかこれも覚えられなかったですね。はい、まあ年だっていうのもあるんですけど、はい、なかなか覚えづらかったですね。でこれでまあまあつらつらっと覚えて、まあいけるかなというところで、はい、試験場にね行く日を決めたんですけど、前日に
ね、あの、まあ、引っ掛け問題があるってね、まあ、よく言われるじゃないですか。どんな引っ掛け問題があるんだと思って、まあ、YouTube 見たんですね。引っ掛け問題集みたいな動画を見たんですよ。いや全然わかんないですね。もう 何この問題みたいなね、引っ掛け問題ばっかり見たんですよ。でこれはやべえやべえやべえってね、その日寝られませんでしたね、前日ね。それを見たせいで、はい、そのね変な動画を見たせいでね、その日ね前日寝られなかったですね、はい、全然寝られないまま試験に行って、やべえやべえって筆記試験受けたんですけど、あのそんなね、あのひねくれた引っ掛けはなくて、普通にあのね、あのまあ大したことない、普通にね無難な問題しかなかったんで、あの多分ほぼ満点だったと思うんですけど、はい、そんな感じで原付免許を取りました。はい、原付免許をね取って、原付買うかっていうのはね、ちょっと取った時は微妙だったんですけどね、やっぱ原付欲しくなってきて、ちょっとバイク屋さんに行ってみたんですね、近くの、東村山のね、タマサイクルってお店に、昨日行ってきたんですけど、はい、まあ欲しいバイクはやっぱスーパーカブがね、ちょっとね前から欲しいなと思ってたんですね。それで、バイク屋さんに行って、スーパーカブを新車で買うといつぐらいに届きますかねって聞いたら、納車は今注文すると2ヶ月以上なんで6月以降になりますねって言われて、まあ納車2ヶ月かかるということでとりあえずやめましたけど、はい、ちょっとスーパーカブ50がね欲しいなというところでちょっと考えてますね。はい、いや別にアニメのねスーパーカブ見たからとかそういう理由じゃないですよ。そうじゃないですよ、一応でそういうことにしときますけど、はい、で原付をね、はい、取りました。運転免許に関しては、あのまあね、自動車免許もまあ欲しいんですけど、まあ教習所高いですからね、今取るとね30万から40万ぐらいかかるというところでね、はい、だいぶお金がかかるようなので、ちょっと四輪は、はい、取りませんが、原付の次はね、はい、古徳を取ると思います。古徳小型特殊ですね。まあ原付とほぼね、一緒なんでね、はい、小型特殊をね次、誕生日過ぎたらね取ろうと思いますね。誕生日過ぎるとね、あの有効期限が長くなるんで、はい、小型特殊を取るとね、はい、トラクターとかね、ターレとかね、あの築地じゃねえや豊洲市場とかで走ってるやつですね、ターレとか、はい、トラクターが乗れるね小型特殊をね、はい、取ろうかなと思ってますね。はい、別にフルベッドにねするつもりはないんですよ。もう年ですしね。はい、ね、こう免許マニアはね全部下から取ってね、全部のね資格がこう印刷されるようにフルベッド免許をね、目指す方多いですけどね、はい、お金も時間もかかりますからね。特に運転免許はね一発でもなかなか難しいですからね。はい、そこまでは取らないと今のところ思います。はい、はい、ということでね、今年に入って、私は2つの、ね、資格を、はい、取りました。この後の、ね、資格の、ね、取得っていうか受験の予定なんですけど、はい、とりあえず、ね、電気工事士第2種電気工事士は、ね、申し込みました。でね、来月筆記試験なんで、はい、まあ勉強してるんですけど、まあ全然覚えられないですね。なんか問題集見ても、問題集というかテキスト見てもね、あんまり面白くない感じがあるんでね、今一つなんですけど、ちょっと乗り気じゃないんですけど、一応電気工事士はね、はい、受けます。あとはね、他もっともねぼちぼち受けていきたいと思うんですけどね、はい、一山はね受ける予定はないですね。一山は取ってもあんまりね、まあ、使い道がないんでね、はい、二山と一山ってやっぱね出力しかね基本的には変わらないんで、はい、一山は取る予定はないですね。一山取ってもね、どうだすげえだろうっていう風にしか使い道がないんでね、はい、やっぱね、あの200ワット超えはねちょっとね、あのいろいろ大変ですしね、まあなかなか、厳しいので一山は取る予定はないですけど、はい、ということでね、はい、いろんなね資格取得にねチャレンジしていこうと思います。またね、いろいろ取得したらね、状況も含めてね、はい、動画にねしていこうかなと思ってます。はい、今回はね資格をね、取りましたっていう、動画でした。ありがとうございました。